島と付属当初へオーストラリア軍を主力とした連合軍が進攻して起きた戦い連合軍が勝利したが戦略的に大きな影響はなかったボルネオ島は北西部がイギリス領南部から東部がオランダ領であったがいずれも日本軍によって占領されていたオランダ領のバリクパパンやサンダカンイギリス領のミリなどには 油田があり日本にとって重要な資源地帯となった。しかし、連合軍のフィリピン反抗が進み、シレーンが遮断されたために、日本本土への資源輸送は不可能となっていた。ブルネー湾は重要な海軍白地だったが、すでに利用する艦隊は残っていなかった。日本軍は、旧イギリス領は、陸軍、旧オランダ領は、海軍の主担当地区として、 防備と軍政を分担していた。守備隊として、第37軍の独立混成第56旅団と、同第71旅団、独立混成第25連隊を配置していたが、内独根71旅団は編成途上で、人員も装備も訓練も不足していた。海軍の守備の主力は、第22特別根拠地帯であった。連合軍は、 オランダ領東インドの奪還を目指す、オーえエ作戦の一環として、ボルネオ侵攻を計画した。これには、ブルネイ湾に、イギリス太平洋艦隊の白地を置くこと、及び油田を奪還することという戦略目的があった。タラカン島に対するオーえエ1号作戦、バリクパパンに対するオーえエ2号作戦、ブルネイ湾、ラブアン島に対するオーボエ6号作戦からなり、地上戦には、 オーストラリア軍から第1軍団中将の第7師団と第9師団が主力として投入されることになった。この点、ブルネー湾を基地化するのは戦争資源の浪費であり、日本、ガワシーレーンは遮断されているのだから上陸に戦略的価値がないとの批判があった。特にドイツ降伏後にはバリクッパパニエの第7師団投入は中止することも検討されたが、 計画通りに実行された。1945年4月からボルネオ地区の日本軍拠点にはフィリピンから出撃した航空機や機動部隊の搭載機により激しい事前、空襲が行われた。同月中旬には日本軍は連合軍の上陸が迫っていると判断し、声優施設を自ら破壊した。5月4日に タラカン島で揚陸中の連合軍5月1日、東岸のタラカン島に、オーストラリア第9師団の第26旅団を帰還と、する1万1800人が上陸した。日本軍では、独立不評第455大隊と、海軍第2警備隊の計2200人が守備しており、6月中旬まで激しい抵抗を続けた。終戦まで、 連合軍は総統戦を行い、日本軍は1500人が戦死し、250人が捕虜となった。連合軍もオーストラリア兵225人が戦死し、700人近くが負傷した。また、アメリカ海軍の機動総海艇一隻が沿岸砲台に撃沈され、砲台、または機雷により、駆逐艦など5隻が損傷した。6月10日に、ブルネイ湾及びラブアン島に、 オーストラリア第9師団の主力が上陸した。軽巡ホバートはじめ巡洋艦4隻、駆逐艦23隻などや航空部隊が支援し、連合軍の参加兵力は2万9000人に上った。日本軍は、ドクコン第56旅団が、付近にあり、 そのうちブルネワンに独立不評第366、第367大隊、ラブアン島に独立不評第371大隊を置いていた。日本軍が水際配備は避けて交代したため、一週間で連合軍は沿岸部の制圧に成功した。ラブアン島守備隊は全滅した。その後、連合軍により、ミリ方面に向けた追撃戦が行われた。 ブルネーワン一帯の戦いで、オーストラリア軍の記録によると、日本軍は1200人以上が戦死したのに対し、オーストラリア軍は114人が戦死し、221人が負傷した。また、上陸前の総会作業中の6月8日に、アメリカ海軍総会艇、サリュートが、触来沈没している。バリクパパンでのオーストラリア軍作戦経過6月15日から、 バリクパパン付近でアメリカ海軍が総海作業を開始した。以後、バリクパパンでの作戦完了までに、機動総海艇4隻が、食雷沈没し、砲撃などで、駆逐艦以下の数隻が損傷した。7月1日、巡洋艦5隻などの艦砲射撃の後に、バリクパパンに、オーストラリア第7師団が上陸した。 連合軍の参加兵力は3万3500人で、第二次世界大戦最後の大規模上陸戦であるとも、評される。3日の朝までに上陸した、連合軍部隊は1万7000人に達し、この間初日だけでも3万発にも及ぶ猛烈な、艦砲射撃が支援した。日本軍は、海軍、第22特別根拠地帯を基幹に1万1000人の、兵力を有し、 二つの飛行場周辺などに防備を固めていた。日本軍は油田防空用の対空砲を転用したものも含め、相当に強力な砲台を保有し、オーストラリア軍の戦車3両を立て続けに撃破することもあった。しかし、日本軍には専門の地上戦闘員が少なく、次第に拠点を失い、9日までに飛行場は占領された。 7月下旬まで追撃戦が行われ、以後も終戦まで散発的な戦闘が続いた。オーストラリア軍の記録によると、日本兵1800人以上が戦死したのに対し、オーストラリア兵の損害は、戦死229人、負傷664人だった。また第7艦隊の方は沈没、損傷の総改定で斜めの戦死者を出しただけだった。 連合軍は上陸した地点を占領したが、間もなく終戦を迎えたため戦略的には大きな影響はなかった。日本軍は4700人以上が戦死、または戦病死した。連合軍はオーストラリア兵569人が戦死、約1400人が負傷した。ありがとうございます。